ヤッホー、今日も来れてありがとう。初めましてできてよかった。今日は初めての話会ありがとう。最近来てる。シオンありがとう。また通所行くね。だってありがとう。ぜひ通所行くね。だってありがとう。話会ありがとう。たくさん対面あり楽しかったです。だってありがとう。ちょっと真面目が見えん。やばい。ペタンコになっちゃった。深く会えて幸せだった。こちらこそ嬉しかった。いっぱい本当に2日間たくさんありがとうございました。話し会参加してみたい。嬉しい。たけるもありがとう。好きになってくれたったらいいな。 X 新可愛かった。ありがとう。2日間楽しかった。だってシュークリームのアクス、嬉しそう。シュークリームのアクスタとかビジュをね、めっちゃ褒めてくれてて、みんな嬉しかった。あれはMV の人はまた別の日に撮ったから髪型が違くて、そう、高めのストレートツインにしたんですけど、めっちゃみんなね、好きって言ってくれて嬉しかった。ね、高めついてあんまやんない、あんまグッズでとかもやんないし、普通にもあんま高めはやんないから、そう、嬉しかった。みんなめっちゃね、ゲットしてよって言ってくれて、そう、とても可愛かったよ。だってありがとう。こんばんは。タイムありがとう。だって嬉しかった。ありさも本当に2日間ありがとうございました。 LINE 来たら即レイだって、ありがとう。いろんなとこ連れて行ってね、たくさんありがとう。こちらこそ本当に、そう、 X の見たよ。だって嬉しい。今日はね、ちょっと大人っぽい系だった。昨日は割といつもの私って感じだったけど、2日間あっという間だったよ。本当にさ、ルータンありがとう。すごい話しやすい。嬉しい。話しやすかった？ネイル可愛いでしょ？めっちゃ可愛いんです。2日間ありがとう。いや、本当にね、なんか昨日だけっていう方もとか、今日だけだった方も、みんな会いに来てくれてありがとう。初めて話できてよかったらって嬉しい。なんかね、初めましての方がね、多かったんだよ今回。そう、びっくり。りさもびっくり。2日間みつきありがとうね。幸せだったよ。りさもいっぱいありがとう。お仕事だった方もね、次次10次は18枚目かな。今日の服好きだって。そう、今日の服ね、めっちゃみんな好きって言ってくれて嬉しかったよ。桃花ちゃんが写真載せてくれた。嬉しい。ちょっと見よう。そう、たまたまね、一緒だったの。やばくない？たまたま一緒で、たまたま、色も一緒だったのね。それで、みたいな。一緒じゃんってなって、写真撮ろうってなって、そう、写真を撮ったんですよ。すごくない？そんな偶然なことある？そう、たまたま、びっくり。りさも驚き。驚きでしかなかった。一緒だったよ。やばくない？ね、本当にやばくない？一緒なの。嬉しい。ちょっと一旦いいね押しと。やばいよね。ちょっと後であれしよう。ね、色なんかね、多分3色ぐらいあるんだよ。そう、お揃いだった。びっくり。そう、やばいよね普通に。あれ、そこに幸せにしてくれた。よかった。ありがとう。アンナともね、写真撮って、アンナのストーリーかな、2層ツーショット撮って。乗ってるかな。
こんばんは。一応カレンバありがとう。おみくちゃん、こちらこそありがとう。本当に来てくれて2日間ありがとう。頑張っていこう。ええー、嬉しい。私を引いてくれてありがとう。やったやった、かわいい。なっちゃんありがとう。ルイス、あ、そうだったの。あら、それを大事に。そう、最近気温やばいからさ、また絶対元気で会おうね。元気になって、来週はオンラインもあるし会えます。やった。2日間ありがとう、ココちゃんも。近いね、ちょっと。今日なんかね、途中なんかね、急にね、寒っとかなったんだけど、なんかまた暑ってなったり、なんか、どっちみたいな温度だったよ。今日はありがとう。ジュマリありがとうね。大学頑張ってね。偉い。さやかちゃん2日間生きる。ああ、ありがとう、今日も。会えて嬉しかった。湿度あった、だいぶ。結構やばかった、湿度。え？なんか、80ぐらい湿度。ワンチャンあった。今日もいっぱい話してくれてありがとう、こちらこそ。ありがとう、たくさん。そう、なんか、変わったね。あ、ごまそば変わってる。あ、また嬉しい。ありがとう、今日は。ありがとう、いっぱい。そう、なんか途中でなんかね、寒くなったり、途中でなんか暑くなったり、って感じだった。対面行けなかったらこの日見直してる？嬉しい。今日、昨日からかな、見逃し配信。かわた、星ありがとう。レインボーの星。対面で配信いつも見てるよって。そう、嬉しかったよ。リサもいつもね、こうやって配信してさ、みんながコメントしてくれたりして、その名前で認知してる。姉妹で参戦できて幸せだった。ありがとう、一緒に来てくれて。かわた、お元気だって。お元気だよ。スク君、お話できて幸せだった、ありがとう。そう、博多弁好きだった。ショールーム初めて見ましたって。あまちゃん、ありがとう。嬉しい、配信見に来てくれて。アンナのストーリー見てくれた、ありがとう。パック、紫のあれガチいい。あれはガチいいですね。本当にマジでいいです。ハルル初見さんだ。はじめまして、はじめまして、ありがとう。初めて、2日間ありがとう。こちらこそたくさんお話できてよかったし、仕事に偉いわ。みんないろいろ頑張ってて、ガチ偉いよ。褒めたたえて、自分をいっぱいいっぱい褒めたたえた方がいい。オムライス食べて帰った。最高。オムライス大好き、大好きです。こんばんは。家着いたから明日の仕事準備するね。だって頑張ってね。今日ありがとう、ほんと2日間ありがとう、たくさん。さくやちゃん、オンラインも行きます。だってオンラインでもまた話そうね。今日は対面だったけど、オンラインはオンラインのまた良さもあるよね。アーモンド、あえて明日から頑張れます。だって一緒に頑張ろうね。絶対頑張っていこう。今日初めて行ったよ。だって嬉しい。なんか本当にね、初めてのことね、多くてね、嬉しかった。さんのお宅方大好き。ありがとう。そう、嬉しかった。いっぱい、初めましてのこと。一日本当にありがとう。2日間ねえ、頑張ろうね、一緒に。お疲れ様。つよちゃん、ありがとう。いっぱい来てくれて楽しくて沼だった。マジでさ、なんかあっという間だったかな、普通に。みたいな、なんかあっという間。あ、オリー好き？お笑い
イトで話そうね。2日間ありがとう、せいかちゃんも来てくれてありがとう、いっぱい。うん、早く会いたいので配信もって、そう、なんかね、ライブ、なんか大きいライブとかがさ、一時落ち着いてさ、落ち着いてるもんね、次。だからなんかちょいちょいさ、オンラインとかあるけどさ、そう、はやて虹、ありがとう虹。そうそう、さくらちゃん今日はありがとう、こちらこそありがとう、一緒に頑張ろうねみんな、ほんとにさ。うん、そう、そっか、感謝祭とか、あとなんだろう、まあでもそっか、スペーベとかはでもあれだもんね、あんまり小規模案件だからあんまないのか。こんばんは、こんばんは、2日間めっちゃ楽しかった、ありがとう、またリサを弾いたら教えてね。こんばんは、シャチないよ、会いたい、会おう絶対に、本当にまたすぐ会おう。のハートありがとう。うん、案件口癖だよりさ。かのみちゃんお話かありがとう、こちらこそ、感謝祭楽しみにしててね、マジでこう、これだよこれ、マジ祈ろう。昨日も今日もよく好きだった。そう、今日はね、肩がね見えてる系の、そう、今日も可愛いようだった、ありがとう。今日ねえ嬉しかった、いっぱいワンピースおそろい来てくれて。うん、あまちゃん可愛い、ありがとう。うんうん、嬉しい。山本ちゃんって言ってる、そう、山本ちゃんと同じ、初めて言った、そう、同じだったの、たまたま、エムくない、すごいびっくり、偶然。好きました、好きましましだった、肩出しのめっちゃ好き。でもこれね、こうもできるんだよ、でもこうしても可愛いよね、このふわって感じが、どっちも可愛い、ちょっと出すのもいいね、可愛い。でも私さ、なんか本当になんか、忘れてて、この服のこのウエストのところにね、なんか絞りがあるわけよ、それを絞るの忘れて絞るの忘れてきちゃってるから、ちょっとなんかウエストやばい、なんかバンって見えちゃう、本当に忘れた、やばい、忘れすぎて、なんかこういうの忘れるの、なんかだからチャック、横のチャック閉め忘れみたいな感じの忘れちゃう。だからさ、あのももかちゃんが乗せてくれた私もさ、私、だからそのももかちゃんのやつが正解なんよ、このウエストキュッてするの、私もう絞るの忘れちゃってるねえ、もっとやめてよ、忘れちゃってるよ、絞るの全然違うよ、ほんと違うよね、間違えちゃったよ、忘れた。なんかね、本当にね、なんか多いよねそういうこと、マジショック、普通にやばい、ガチでいい加減にしてほしい、よくはなかった、やばい、キュッてなるはずなのに、あー、ちょっと次来た時はちゃんとキュッて締めようそう、なんなん、いやリサ面白くて可愛いなって思った、みさきちゃんありがとう、肩出しもいいですか、いくら欲しいって言ってほしいです、ありがとう、あやかちゃんリサ欲しいなってくれたの、ありがとう。うーん、忘れるよね、なんなの、なんでこうやって忘れてしまうんでしょうか、すぐ、どうして、今日久しぶりに会えて嬉しかったよ、リサもありがとう、
あ、そう、ももかちゃんがねポストしてくれて、もうやばいんだけど、とにさんすごいよねマジ。いや偶然すぎるよね、あまりにも、あまりにも偶然案件だったな。毎日クラブ聞いて学校行ってるの？ありがとう聞いてくれて、ありがとうたくさん。すごいよね、ほんとさびっくりだよね。次会えるまで頑張ろう一緒に。昨日しましたよ私から、ありがとうね、会えて嬉しかった。なんかほんとにね初めてのね方が多かったんだよ。うん、嬉しかった。うん、それな、さっきまで会ってたのに。かなた生きがい、生きがい、生きがいになれてたら嬉しいの気持ちだよ、りさは。とってもこちらこそいつも楽しい時間をありがとう。いっぱい近いよねりさ帰りの飛行機で絶対アイドル聞いて泣きそうになったの。絶対アイドル、絶対アイドル、ずっと生きがいですか。うん、初対面楽しかった、リソン、ありがとう、たくさん大好き伝えてくれて、え本当にねもう全部受け取ったよ。やっぱなんか荒れてますね本当。うん、生きがい、かわいい。なんかすごいハロウィンのギフトかわいいね、かなた、ありがとう。なんか妖怪みたいな妖怪みたいな妖怪みたいな現れました。会おうね絶対、次も絶対会おう。こんばんは、あ、オオカミやば妖怪やばいじゃん、オオカミやばい。昨日のこと思い出して頑張る、だって頑張ろう一緒に。うん、よくハートありがとう、もっと好きになってくれた。口生きがい、生きがいになれてた。今日もみんなの生きがい、めぐにゃん、ハートありがとう。はなちゃん今日は楽しかったよ、ありがとうね本当に。いっぱいこれからも楽しもうね。うん、かわいい、ありがとう。シュークリームなくすとかわいい、一緒にお出かけしてねぜひ。対面超幸せだった、だってありがとう。うん、今日はありがとう、リサの監督久しぶりね、お話できてよかった本当。今日もありがとう、覚えとくよ。高木ありがとうね、今日はたくさんで話せて嬉しかった本当。通所も楽しみ、イエイイエイイ、ありがとう。オンラインもよろしくね、よろしくね、こちらこそ。キュキュル、嘘、なんかねこの2日間ねこうみんなと話したやんか、だからねなんか配信でねすごいねあのキュルキュルって言ってくれる、あの昨日もだったんだけど、話したからだよみんなと、みんなと話したらキュルキュルになれるっぽいありがとう、今日もヤッホー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 。みほちゃん今日はありがとうね、こちらこそ、リサーチの絵もありがとう、ありがとう、たくさん。キュルキュルですか、キュルキュル効果マジあるよ、みんなみんなキュルキュル効果絶大。ヤホー、次の日は、え嬉しい、じゃあいいの、やった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 。き、え緊張する、いつもありがとう本当に。救急すぎた、救急なんか本当前髪がなんかとっちらかってとっちらかやばいな。
高カロリーのもの食べていいよ。まあね、たまにはね、そういうのもいいよね。アスカちゃんハートありがとう。うん、シュークリームなくしてたくさん知ったね、嬉しい、ありがとう。マジでお添えしよう、かわいい。ちょっともうね、ちょっと髪なんかもう取っちゃって、なんかもうボサボサピンって止めてたからさ、まだマシやったけど、もうやばい、湿気、ガチ湿気、湿気ですね。通所わかる、通所悩む。でも暑そうやない、暑そうじゃないじゃない、いや間違えた、寒そうじゃない、え、すごい大間違え絶対寒そう。あ、でもえ、どうなんだろう、室内は暑いのかな。なんか室内はさ、なんかちょっとさ、なんていうの、なんかムシムシしてそうじゃない、なんか。初見さんもありがとう、今日初めて見て楽しかった、ありがとうね。そのピアポストもねしてくれて、うん、いや会場暑いよね。一列でも前で感じた、いいな、嬉しかった、ほんと楽しかったね。一列でも前で感じたい、今日の歌い方なんか好きだな。ポスト見てるよ私は、あれで、あのハッシュタグでね全部見てる、この名前とか見てます。除湿機やばいやん、除湿機やばやばすぎやん、ほんとねえ、ほんとに見てるよ、ポストもあのリプも全部。うん、ありがとう、2日間、この以上ねえちゃんが写真外して嬉しかった、出てた、嬉しい、ありがとう、ほんとにこの以上のね感想とか、ほんとさ、何周年の感想とかさ、いっぱいみんなに聞けて嬉しかった。1日、2日間だった。ポスト見てるよって言ってびっくりした、そう見てるよ、めっちゃ、そういっぱい見てる、だからたくさん見るね、これからも。タカクマありがとう、 I love you、 ありがとう。そう2週連続、確かにそうだよね、あの全グループいたからね、確かにね。ツイートいいよ、見るよ絶対に。そういっぱいポストでいっぱいまた送ってね、リプ、リプを、リプはね絶対見るよいつも。そう記憶力いい、なんか意外と覚えるの得意なのかな、どうなんだろう、覚えます。コールちゃんありがとう、スジの動画、え、何なんだろう、え、動画、え、なんだろう、動画ってなんだ、ヤッホー、得意なのかな、覚えてる。なんかでもね、それこそそのこのショールームとか、あの、あ、ここどこ待って、それやだここどこやばいよね、ほんとありがとう見てくれてあのあれだよね、ひょ、あのひょじゃないショート動画、ね、ありがとう見てくれて、リブ届いてたら、届いてるよ、ヒューストンのね、ガチやばい、あれほんとでも嬉しかった、みんなのコメント見て、なんかほんとやばいよね、ほんとに。うん、ここのいやほんとヒューストンに決まってるやんみたいな、なんでどこみたいな、どうしてってなった。うーんでもね、なんかああいうの多い、なんかなんでなんだろうね、とっさに撮るよって言われたわけじゃないのに、そうやばいよね、なのに、なのにどうしてやばい、なんでめっちゃ見てくれてるの
嬉しい。なんかさ、ショート動画、そう、なんか嬉しい、いっぱいさ再生してくれてるの恥ずかしいけど、なんかもうおかしいよね。そうそうそう、あ、そう、コメントで気づいたのが、なんか食べたことあるみたいな、その匂い嗅いだだけで、なんか食べてない、なんかまだ食べてないのに食べたことがあるって言ってて、おもろいみたいなの見て、待って、本当にそれは確かにってなって、動画を見て、みんなのコメント見て気づいて、そう、食べたことがある匂いがするだったらあれだったよね。なのにさ、食べたことある味があるみたいなこと言ったからさ、はぁみたいな、何マジ、本当本当に変、謎だった。確かに公式かなって思うのを疑うぐらいゆるゆるだったよね。ガチ、あれはゆるゆる、ゆるゆるすぎて。大丈夫そう、本当にショート動画。でもさ、ショート動画さ、なんかちょっとさ、なんか気になってたんよ、ずっと。なんか、どんな感じなんだろうみたいな。でもさ、なんか楽しいね、初ショート動画ご登場だったんだけど、なんかさ、ショート動画っていいね、なんか長くないじゃん、すごい一個が短いからさ、なんか気軽にさいけるね。気軽に見れるのはいいね。でもほんと変、意外にしてほしい、自分でとても思ったよ。うん、やばい、どういうこと、ほんと、なんで、どうして、どうして。あ、大岡が、サワさんくれたの、ありがとう。続編見たい、なんか好評だったらね嬉しいけどね。大丈夫そうって感じある、やばいよ、ほんと。しかもあれをさ、イコノイジョイチャンネルでやってんのやばくない、はずすぎ。そう、お知らせやばいよね、待って、それな、あれのお知らせほんとおもろい、やばいよー。うーん、まーこちゃん、やっほー、ありがとね、ほんと。でもなんか、撮ってくださってる方がすごいショート動画、リサの行動がおもろいから、絶対にそのなんか動画ってなるとちょっとさ長かったりするじゃん、だけどさ、ショートがちょうどいいじゃんか、それでショート動画でなんかまたあげようみたいな感じになって、大丈夫そうみたいな、あ、やばいやばい、大丈夫そうみたいなって、だからその好評だったらね、また現れるかもしれないさ、ショート動画に。ショート動画に。でもね、やばい、編集やばそうと思って、なんか結構長かったの、あの動画もめっちゃ結構長くて、ダラ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 喋ってて、やばいやん絶対これって思ってたんだよ。おもろい、またおもろいこと、多分変なこと言ってるかも、ショート動画とか、あと、もしご登場なさった場合は。うん、マジでちょっと私もさ、乗るとかいつ乗るとか知らなくてさ、ヒューストンのやつもさ、なんか一応さ、なんか撮るけど、なんかそのわかんない、いつあげるかとかもわかんないみたいな感じだったのね。でその投稿されてみんなと同じタイミングで見たからさ、だから次さ、もしなんかさ、もしショート動画とか上がった時もみんなと同じタイミングなんよ。超怖い、変なこと言ってそうで怖かったもんね、ほんと。そう。そう。いやー、あれ難しかったな、ヨーグルトの開け方。そう、だからね、またもし投稿というか、現れたら、また見に来てね、ぜひ。急に登場おもろいよね、そう。それも面白い。ほんとに。みやおゆうちゃん、ありがとう。お元気だよ。そう、いや変なこと言うよ、ほんと。ヘレクツ美味しそう、どんなショートでも絶対おもろい。
なんかマジでもショート動画憧れてたの、マジ嬉しかったな、ショート動画にご登場できて嬉しかった。ショートね、TikTok もね、ちょっと待っててね、また撮るね。本当やばい、本当におかしい、おかしい、おかしい、おかしいです。でも撮ってる時は気づかなかったんよ、何も普通に言ってると思ったら、なんか動画公開されてコメントとかで気づくの。待って本当に確かにみたいな。そう。変なのって感じだよね。私も本当におかしい。うん。やってほしい音源見つけて、ありがとう、送ってぜひ。嬉しい。18番目楽しみです、あってありがとう、つくかありがとうね。ショート動画、そう、 YouTuber 感ある、めっちゃここそう、ここどこ、やばい、 TikTok やってほしい音源、嬉しい、見つけたらぜひ送ってね。また覚えるね、りさね、あれ衣装で撮りたい、あの可愛いやつね、可愛いだけじゃダメですか？あれは絶対に衣装で撮りたいって思ってるんですよね。誓ってる、あれは。私森さんの気まずいチャンネル。待って、やばい、やだ、気まずいチャンネル無理。いい国にしてって。2日間幸せだったようだって、ミキありがとう。ちょっと覚えたよね、こう。ペンやばい。可愛いだけじゃダメですか？今ね、ちょっと待って。そう。話し会楽しすぎたらって、チーポンありがとう。嬉しかった、来てくれて。ねえ、そう、衣装でやりたくない？なんかあれはさ、私服というよりかはさ、衣装がいいよね。絶対。あ、たどりあんまやん、なんかね、そう、たどりあんまやんないんだよね、いつも。なんか結構打ち亀が多いからさ、まれにたどりあるけど。そう、りさのありがとうね、ほんと嬉しかった、いっぱい話してきて。また会おうね、絶対に。次は対面、レイクよろしくね。次もしまた18枚目とかで会ったら待ってて。可愛いだけじゃダメですか？今日行けなかったけど、ありがとう、写真見てくれたの。式日やばいね、懐かしいかもしれない。そう、イコラボのネーションどれも可愛いよね、わかる、マジ可愛い。他のメンバーと一緒に聞くとだ、あー撮らないかも。なんかね、あ、公式で撮ったのもあるけど、大体今絶対アイドルとかシュークリームが多いね。にゃまりゅうちゃん、天才チャンネルだった、今日も2日間ありがとうね、本当楽しかったよ、いっぱい。うんね、禁止されちゃう、てん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 。そう、魔法をかけてあげる、今日も可愛い、ありがとう、しーちゃん、嬉しい、いっぱい。トリガーマジ大好き。トリガーってさ、ダンスだよね、普通に。トリガー、青い空が綺麗だった、青い日を忘れて、目に映るものすべて、これはトリガーってないよね、ダンスの、なんかダンスっていうか、そういうさ TikTok っぽいやつ。こんばんは、こんばんは。 TikTok は大好き、水色ちゃん嬉しい、ありがとう、会いたいね、会おうね、絶対。おゆっくり休んでね、だってありがとう、みんなもゆっくり休んでね、ほんとガチ
ももかいる？書いてほしいことある？ポイズンガールの衣装やばいな、全然着てないかも。今日行けなかったけど通称行くから待ってね、よろしくね。通称もタメの家残ってるね、わかる。マジでだってさ、さっきまで会ってたんだよ、やばない？ただゆうぱんもありがとう、やっほーね、やばい本当に。そうなんかみんながさ夜ご飯そう決めてて、マジうどん、みんなにうどんしか言ってなくてさ、もうみんなうどんになっちゃってるよね。マジうどんしか言ってないじゃん。2日連続で会えて嬉しかったよ、りさんもありがとう。じゃあそういう感じのことを書くよ。好きな衣装りさ、夏マトペ。なんかね昔の写真見返してたらね、夏マトペのね時ね、なんかいい、なんか色とかなんか水色のチェックとかね、やっぱ可愛くて、うん。そう、みんなうどん、マジでごめんってぐらいうどん、みんなうどん、夏マトペ。今お味噌汁飲んでる、いいね、りさんお味噌汁大好きね。夏マトペのアーシャ好き。てかさ普通にさ、あのあんまやってないよね、ハーフツイン。絶対見返してたもん。てか夏マトペはあの髪型で本当に良かったね、ほんとさびっくり。昨日も書類まで全然、ありがとうね見に来てくれて。夏感じる、わかる、めっちゃ夏だよね、本当に夏。あれは夏マトペ、バイ夏披露できてよかったな。 MV のポニテも素敵、嬉しい。そうして、あのポニテもねあったよね、懐かしいな。1位いるねだって、ありがとう。待っててちょっと書くよ。そう、またなんかさグッズとかのさ髪型とかでさハーフツインとかしたい。ツイン系も珍しかったね、だからまたそういうレアなやつやりたいね。やっほー、やばい、待ってごめん、めっちゃコメント止まってた。夏バトルのセリフ好き、楽しみだったな、だってみんなと一緒だもん。それにはルーツをお披露目してあげよう、そうそうは限らに舞う、南の島で夜かしして話そう。絶対寝ちゃダメ絶対寝ないで か、なんだっけあのあれなんだっけ、今なんて言おうとしたっけ、ちょっと待ってね、夜更かししいて話そう、なんで寝るの言っちゃうよ本当、なんで寝るのか、なんだろうな、ねむず、意外と早いんだよね。絶対寝ちゃダメ、はい約束でしょ、結構短い。でも今のもゆっくりめだよ、もうちょっと早いね。絶対さ、ま、ちょっとやばい、あんまダラダラ喋ってたら終わるから、やっぱりやっぱなんで寝るのがいいよ。絶対いいね、それが寝るにちなんでそうか、絶対寝ないで絶対寝ないで、約束だよでもさリサさ、自分のさ
ところ最初のさとこだからさ、寝る系はさ別じゃん、リサじゃないじゃん、だからさむずいよね。そう怖い、ね、起きて約束したじゃん。いや確かにいいね、なんか寝る系いいね、意外とさなんかあるねアレンジ的に。寝る系あのさ、その寝る系でも私のでもところは寝る系というかさ、そういう感じじゃないからなんだけど、寝る系のパート意外と多いね。でも私が言うとさなんか怖い系になる。そうなんか絶対寝ちゃダメ、はい約束とかよりも、なんで寝るの寝ないで、あ寝ないでもいいじゃん普通にね。やばすぎ、寝る系パートじゃないからさ寝る系パートじゃないからリサでも。ちなみにえいいね、ねえ起きて、いいじゃんめっちゃいいやん、一番好き、嬉しい。そう私のねパートはなんか意外と何でもいけるんですよね。うんなんかオリジナルはさ全然あれだけど何でもいけるマジで。もマジ思ったよりテンポ早いからあんまこうあの言葉入れると入らなくなってああってなっちゃうけど。はいももかありがとう。そう私が寝るとこのセリフとかだったらマジで強めになっちゃう絶対に。うん、ありがとうももかありがとうね、2日間本当に幸せだったよ、ずっと一途でいてね、楽しかった2日間、いっぱいいろんなお話もできたし、たくさんいろんな報告も聞けて嬉しかったし、お大事に喉お大事に、龍角さんと、あ、いた龍角さんと蜂蜜とお湯、リサがよく飲むやつそれを飲んでゆっくり休んでね、本当に2日間ありがとう。うん嬉しかった、リサもいっぱいお話してくれてありがとう。くまさんの、いやこれは鳥え全然聞こえたよ、ありがとうねえ人でじゃないよ、鳥だよこれねえ、オオカミオオカミじゃないよ、コウモリ、あコウモリ、えでもこれ違うやろ、これ鳥やろ、本当に普通に鳥やない、え鳥さん、鳥さんコウモリみたい、え鳥だよ、ボクくん嬉しかったよ、またお話ししに来てね、ありがとう鳥ですねこちら、ええね、狼に見えるの、えマジでちょっと待って、それ怖いかも、あこれが赤ずきんみってこと、え猫猫じゃないやろねえ猫じゃないやろ、大丈夫そう、鳥ですよ鳥、鳥さん、やばいね、おもろいな、ほんとありがとう、また会えるの楽しみにしてるね、ありがとうえ鳥二つ、え、なになに、あ、角二つ、え、なんかね違うよ、これはこれがこの上のチョンみたいなやつで、そのなんか羽がここ、あ、やば、あ、切る
これが羽。もういい加減にして、本当に私の絵下手すぎ、マジなんなんてぐらい変。大好きで、私ねえありがとう、また伝えてね、ゆっくり休んでね、もうかも休んでね、ゆっくり。何、え何、なんかこう、え壊れてんだけど、さやばい、ちょっとホワイトボードを変えなきゃ。ほら見て待って待って、あんまちょっとマジマジやっぱ見ちゃいけない。鳥さんです、低いとでいい加減にして、マジマジいい加減、いい加減にして。リサの絵好き？なんかさ、遠引きで見るのいいんだけど、なんか近くで見るとなんか様子がやばい。どうしても鳥で見えない。泣いた。泣いたよそれは。こんにちは。こんにちは。ねえ変だよね。大丈夫。えむずいよ。鳥さんってむずいんだよ意外と描くの。うん。うん、モーメントあげたい、絶対あげるから待ってて、絶対あげるよ今日。電波不安定やめて。えねえねえねえ、電波やばい、電波大丈夫？来週のオンラインで久しぶりに来るの楽しみね、よろしくね。ほんと家中さんありがとう、対面も。え電波大丈夫？ちな、え治った？待ってて、ちょっとあげよう。なんとか隙マシマシ、今大丈夫？怖いんだけど、急に止まられたらちょっと電波悪いかも。結構止まってる、やだやだ。なんでどうして止まるんですか？でもね、ワンちゃんのえあれかな、私の電波がもしかしたら悪いかもしれない。オンライン来週お願いします。お願いね、ありがとう。今大丈夫？電波頑張れ、電波しっかり。えなんでなんだろう、えあれかな、配信してる方多いとか関係ないか、なんだろう、やめてほしい。ちょっと止まったりしてる、電波案件やだ。しっかり今順調、なんかあれが悪いんだ、時々止まっちゃう。電波頑張って。アンナもやってる配信、確かにこの時間電波結構不安定、この夜っていう値時間が。どうか今日も可愛いだってありがとう。止まった、やだやばい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 。えでもね、なんかリサ、私なんかね気づいてね、ないリサのエリちゃんありがとうね、今日は通信行けないかなかなかねえ、会おう絶対。えうん、画質落ちた、え大丈夫、止まっちゃう、さどうしたらいいんだろう、ちょこちょこ止まる、戻った、バリバリ動いてる、普通に見れてる。大丈夫、りょうありがとう、タワーさん帰ったもりょう、りょうに書くよ。ちょこちょこ止まったりがしちゃうから私が戻る。なんか急に悪くなったりするんだね、今めっちゃいい、あマジ、今がチャンスってこと？気にしないで続けよう。オッケー。じゃあ気にせんどこう、なんでも気にせんでいこう。
こんばんは。今は平気？よかった。なんか急に悪くなったり急に良くなったりしてちょっとね。だからなんだろうね。ちょっと不思議ですけれど。気にせんどこ？1分ぐらい止まったら一応困るかもね、それは。止まらんで、絶対止まらんで。りょういる？りょうに。インライはちょっと嫌かも。ちょっとなんかちょっともうね、髪がボサボサ案件だから、ちょっとなんだっけ、あれとかフィルターつけたいけどさ、ずっとつけてるとちょっとさ、なんかやばいやん。ちょっとだからさ、鳥ね、かけない鳥、助けて鳥。鳥かけない鳥。ちょっと待ってね、どうやってかけばいいんやろ。え、難しいな。やっぱむずいな。え、わかんない、待って、変、飛んでる鳥むずい。え、ボサボサよ。え、何回書いても同じなんやけど。りょう、書いてほしいことある？ねえ、書けない通り。なんかもうさ、別の物体だもん、これ。完全になんか、なんかキャラみたい。鳥待機界は、え、ガチやばい。なんか鳥に見えんくなってきた。なんか、え、いや、なんか変わってない、一緒。なんか、え、さっきと一緒やろって言われたら、え、ガチ、うん、それなみたいになる。だから何ならさっきよりもちょっとお目目キュルキュルにしてみたら、なんかよりちょっとなんか怖い。なんだけど、え、ねえ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 、止まったのやばいって。お願い、2日間ありがとう、筋トレ頑張れた、ありがとう。ねえねえ、見れてる？大丈夫？不安よ。やばいやろ、絶対。復活した？今見逃し配信見てくれてるの？やばいよ、やばい。お目目キュ、うん、なんかでもなんかキレキレって言われてもなんか、え、嘘やんみたいな感じ。ほんと、ね、やだ、変。ガチなんか怖いもんね。なんか鳥っていうか、そういうキャラクターっぽい。なんだ。でもいつかめっちゃうまく描けたんよね。
めっちゃうまく描けたんよ。そう、めっちゃうまく描けたんやけど、マジで何も変わってないけどね、大丈夫。あのさっきと一緒って感じ。さっきと一緒だね、これは。鳥の顔丸くしてない。あ、確かに。ちょっと待ってね、いや、もう一回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 リベンジ。あのちょっと顔を丸くしてみるね。ちょっと丸くしてみます。顔をちょっと丸めに。なんかさ、怖い、お化けみたいなんかお化けみたい。なんかさ、丸すぎた何でも OK やし、なんか顔丸にしたんよ。かけた。顔丸にしました。はい、りょうありがとう、2日間ありがとう、筋トレ頑張れた、頑張ってね、偉いよ、ほんと筋トレ。また店に来てね。なんかさ、なんかさ、丸くした顔、いや、この鳥は結構難しい。あれ、あ、ほんとだ、昨日になってる日付。待って待って、え、さっき書き直したのに、やばいやばい、6日だね今日。ねえ、さっきより鳥とくる。あ、マジ。え、ちょっと待ってね、量間違えた日付。ねえ、ほんといい加減にしてよ。いい加減にしてよ、ガチ。はい、改めてありがとう、りょう、2日間本当に楽しかったよ、たくさんお話できて、いっぱいね、筋トレも頑張ってて、えらい。また遊びに来てね、ありがとう、2日間ちょっと鳥さんわかる、よかった、鳥さん。ありがとう。飛べなそう、ギリギリ鳥だと分かる。あ、そう、マジで分かる。鳥丸の方が分かるのかな。え、となると今後鳥さんを描くとき、この鳥さんは丸く描こうかな。そしたらちょっとぽいのかな。鳥に見える、さっきより鳥見ある、普通に分かるよ。やったー、ありがとう。福岡のチャーの日、絶対食べな、本当に。福岡はマジで食がもう美味しいから、いっぱい食べてね、たくさん。ありがとう、本当に2日間楽しかったよ、全部。鳥さんになれました、ちゃんと。さっきよりもありがとう。何、鳥界隈でやばいじゃんこれ。結構なんか怖いよ、鳥。なんか怖い、ほら、ちょっと夢にね出てきそうな様子でございます。怖っ。あ、宮森ゆうちゃんありがとう。え、なんか何これ、お家、お家やん、すごい。え、お家、え、お家、これ、これなんだろう。好きマシマシ、ありがとう、また会えるの楽しみにしてるね。え、何これ今、何フェア。
なんでさ家が現れたん？ハロウィン？ハロウィン？ハロウィンのさ、あれ？あのお菓子の家みたいな。赤ずきんってさ、待って、どんな話だったっけ、めっちゃ忘れた。赤ずきんってなんだっけ、すっごいもうあれしか思い出せん今。マッチ売りの少女みたいな。赤ずきん、待って家書くね。赤ずきん、鳥さんの家、嘘、それは絶対違うやん。何？狼に食べられちゃうよ。おばあちゃんが捕食しちゃう話。狼、リンゴ食べさせられた狼。あれ？あ、リンゴは白雪姫。毒リンゴ。狼がおばあちゃんに分けて食べられる。あ、そっか、なんかめっちゃ忘れた、なんか覚え、いや見たことあるはずなんだけど、怖っ、怖いめっちゃ怖いやん、怖い星になってるよ。ね、覚えてないよ。おばあちゃんのお見舞いに行く途中で狼が赤ずきんを食べられるんですけど、怖い、怖い、結局は怖い話それ。いい話ではないよね、ちょっと怖い話だよね結局は。怖っ、怖すぎなんだけど。狼の、怖っ、怖すぎる、怖すぎ、助かったのか、結果助かったのか、でもあまりにも怖すぎない？ちょっと待って、怖っ、待って、それ知らないかも、リサ、その先の話、その助かるその方法というか、怖っ、お腹、そんな怖かったっけ。童話、わかる、童話ってさ怖いよね、結構怖いと思う童話。なんかあのヘンゼルとグレーテル、あれもなんかちょっと怖くない？なんか怖かった気がする。怖い話多すぎない？怖い、ちょっとびっくりしちゃった、そんな話だっけってなって怖いよ。めっちゃ怖いやんさ、おもろい、子供向けじゃないよね、おもろいですか、怖いよ、意外に怖い話でした。でもなんか地味怖だよねそういうのって、なんかちょっとさ怖すぎ、石詰める、怖い、なんか意外と知らないかも、リサ、その童話
なんかそんな話やったっけみたいな感じ。丸飲みやばいな。ゆうちゃん書いてほしいことある？忘れる、え、忘れる。だからなんかその白雪姫とかと混ざった。なんか白雪姫も赤いからさ、でも白雪姫はなんかまだわかるよね。寝てる間に、やばい、怖っ。対面ありがとうございました。こちらこそ、対面楽しかった。怖すぎる。でもさ、冷静にさ、ハロウィンってさ、ちょっと怖いよね。ちょっとちょっとちょっと、海外とかのさ、ハロウィンとか結構怖い、結構ガチめ。怖いよね、トリックアトリートみたいな。お菓子をくれなきゃ、いたずらするよみたいな、するぞみたいな。ユニは結構怖い。え、なんかね、めっちゃ昔、めっちゃ昔とか言ったら、4年前ぐらいかな、なんかハロウィンの時期にね、ちょうど行ったんですよ、ユニバに。めっちゃ怖かった。なんか追いかけてくるというか、なんか帰る時までずっと来てて、ゾンビさんが。でめっちゃ走って逃げたんだけど、走ってこれ来て怖かった。ちょっとびっくりしちゃった。子供泣いちゃう。そう、子供泣いちゃいます。え、なんかよくさ TikTok でさ流れてくる、踊ってるの。え、あの足がさ長いさ、ゾンビっていうかあるじゃん、あれすごくない？こけそうだよね。どういうこと？あの踊ってらっしゃってさ、怖い、あれ、え、あれやばいよね。めっちゃ足長い、怖い。あれだってさ、あれバンってなったらさ、足曲げてさって無理だからさ、こうなっちゃうよね。え、こうなったらやばくない？顔からいっちゃうよ、怖っ。ゾンビね、泣いちゃうよ、怖すぎて。怖っ。怖い、怖すぎ。ありがとう、みやもりゆうちゃん、かけたん。対面めっちゃ楽しかったよ、これからもよろしくね。ありがとう、来てくれて嬉しかった。いっぱいお話できて、昨日も今日も2日間、ありがとう。お家初めて帰った、てかお家のギフト初めて見た。ありがとう。いけてる？うん。ありがとう。楽しかった。りさもめっちゃお話してきて、いっぱい。よかったよ。お友達もね、できたし。嬉しい。いっぱい、またぜひ一緒に遊びに来てね。ありがとう、本当に2日間ゆっくり休んでね。いっぱい立ってね、あれ並んでくれたりしてたから、ありがとう。楽しかったよ、本当に。マジであっという間の2日間だった。ありがとう。また頑張ろうね、帰るまで。よかった。
配ありがとう。あ、ドア？あ、あ、あ、ドアないかも。ドアないかも。確かにドアないわ。頑張ろうね。ありがとう。確かに言われてみれば。ゆりかちゃん明日の仕事頑張りそう。よかった、頑張ろう。ゆり窓から、そうだね、ちょっとこっから頑張って気合で入ってもらう。ありがとう。あー、10日間ありがとうね。こちらこそありがとう。あ、りょうともありがとう。久々になんか配信ずっと見てくれてる気がする。ありがとう、りょうと。建築ミス、これやばい。建築が悪いですね。絶対悪いです、建築。ありがとう、嬉しかったよ、本当にいっぱい会えて。イエイ。落とし屋建設設計ミス大事件あまりにね、久しぶりに映像撮れてくれた気がする。工事ミスかも、やばい。修理しっくり、修理やんないと。修理修理じゃないの絶対。なんだろう、建築なんだ、なんだなんだ、修理じゃなくて建築やり直し、立て直しだね。それやん、それ立て直しせんと。これはやばいやん、絶対絶対ダメやん。倒れちゃいそうですしね。ちょっと待ち、え、あ、リフォームね。確かにリフォームせんとサーチにね。あ、確かに一旦その方が早いかもね。ワンちゃんかもう普通にもう作っちゃうか。窓、窓、ドア。あ、窓作ったらまた窓から入らんといけんくなるねえ、やばいよ。煙突、あ、耐久大事、耐久大事よ、ガチやばいよね。博多弁良かった、嬉しい。博多弁ね、結構ね、なんか無意識にねなこと多い。なんか意外となんか喋ろうと思うとなんかねしくる。意外とね、チェキ当たってね、嬉しかった。そう、チェキね、めっちゃ嬉しい。書いたチェキが当ててくれて。博多弁大好き、博多弁好き。博多弁、でもなんか博多弁喋ってるさ、身的にはさ、やっぱなんだろう、関西弁とかめっちゃ可愛いなって思う。うん、りょうた書いてほしいことある？何？あなたのこと水筒よって博多弁の、博多の人使う？なんか水筒よって言わないね、そもそも。好きっていう、普通に好きとか。今度話しかけて博多弁言うね。またゆうちゃんありがとう、やほ、セリフよかった、嬉しい、ありがとう。なかなかもありがとうね、対面も。新しいサビで満足だった、嬉しい、ありがとう。書くよ。そうなんだよ、あんまね、あー、なんか語尾が違うとかあるけど、うん、そう、あん
まね変わん、言うてイントネーションもイントネーションイントネーションもあんま違わないかな。帰ってしたことないの？分かった、待っててね。じゃあちょっと、そう、ちゃんめっちゃ言うよ。ちゃんとかちゃけどとかね、ちゃけどめっちゃ言う本当に。たーたんお花ありがとう、かわいいお花、お花ちゃん、かけた。邪魔っちゃけど行ったこと、いあ、ある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 。福岡にいた時に普通にお家とかで家族とかがいて、なんかここに荷物置いとったりとかして、あ、でもそんななんか邪魔っちゃけどみたいな、そんな言い方じゃないよ。普通にこれ邪魔っちゃけどとか、なんかそう上がる系、これ邪魔っちゃけどとかは言う。あっち置いてくれんとか、ちゃけどはマジでめっちゃ言う。やけどの、やけども違う、だけど本当はちゃけど、うん、邪魔っちゃけど。でも孤独ライオンのなんだっけ、そこで何しようとは言うね。あ、そこでは言わんけど、なんか何しようととかは言う、とか何しようととか、そうそう、あんまない、うん、めっちゃちゃけどは言いますよ。りょうたありがとう、かわいいですか。やけど言う、あ、じゃあやけどはまあ言うのか、やけどの反対、反対じゃない方言がちゃけどかも。頂上で待っとうよ、頂上では言わないけど当たり前に待っとうよは言う、ここで待っとうよとか、ここで待っとっちゃけどとか言います。頂上まで言わない、さすがに、うん、何しようとは言いますよ。りょうたありがとうね、対面久しぶりだったから嬉しかった、幸せだった、ありがとう。止まってた、大丈夫、動いた、ずっと好きでいてね、ありがとう、いっぱいお話してきて嬉しかったし、今日は昨日の夜はちゃんと寝れたみたいでよかったよ本当に。またお仕事も大変かもしれないけど、ゆっくり休んでまた頑張ろうね、会えるまで。うん、ありがとうね、本当楽しかったよ、いっぱいお話できて、2日間ありがとう、よかった。もういつもね、もうりょうたは睡眠こんなこと言うとね、やっとさりさはとか言われるかもしれないけど、めっちゃいつもねすごいよ、それで元気なのマジですごい、本当にいっぱい寝れるときはたくさん寝て頑張ろうね、一緒に、ありがとう本当に、2日間楽しかった、めっちゃありがとう。てか鳥さんうまくない、どう見て鳥さん、ちょっとかわいくない、なんか愛着、どうですか、上手になってる、鳥なんだよ
ねえ鳥さんですよこちら。ねえ、なんか可愛い、なんかなんだろうね、なんか突然の愛着というか、はい、ちょっとつぶらな瞳でやってます。え、確かになんかアニメとかになんかご登場されてそうですよね。ちょっとありがとう、本当にゆっくり休んでね、今日は寝れるよこんな後。ありがとう、可愛くなってて嬉しい。やったやったやったー、鳥さんありがとう。あー、りょう、ほんとありがとね、遠いところから。ゆっくり休んでね、絶対足とか疲れた休息時間あったよね。うん、キエラありがとう。クマさん、え、うん、多分ね赤ずきんだと思ってる。え、さすがにそうじゃない、ここでちょっとさ、なんかなんだろうな、赤ずきんじゃないって言われたらちょっとびっくりしちゃうか。本当にありがとう、いつも感謝、でも仕事頑張れよだって。シー君ありがとう、本当にみんなもゆっくり休んでね。みんなもさ、ずっと意外と立ちっぱだったじゃんね。2日間ありがとう。レナちゃんありがとうね、こちらこそ。新しい職場、それはドキドキ、頑張ってね、緊張ありがとう。お話し会で仮装する予定、10月のハロウィンの近くはしたいかな。とりあえずお風呂と寝る気になった。お、いいね。インスタとやばい見て新規はしゃべったような感じで、えー、嬉しい、インスタとか見てくれたの、ありがとう。また来週オンラインで会おうね、ゆっくり休んでね、マジありがとう。そう、10月27日かも、27日。てか今月ハロウィンやばいよね、リサもお菓子もらいたいなトリックアトリートしたい、お菓子もらいたいな。うん、オンラインは通信多いから楽しみだって。レナちゃんありがとう、よろしくね。お菓子欲しいよね、ちょっと。カズハありがとう。ええー、バイト無理しないでね。鳥のコスプレじゃないよ、え、やだ怖いもん、リサは鳥、怖い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 、やだ。お菓子食べたい、お菓子、お菓子大好きです、本当にお菓子好き。会おうね、絶対リサの山会おうね。トリッカートリートです、本当に。鳥、鳥、いやもうね、ハトさんはね、ほんと無理で、なんか突然現れるし、なんか道路となんか同色してたりしちゃうし、ちょっとほんとにね、戸惑う、いつも怖くて、メンバー誰いてもすっごく離れたところにリサは歩いてる、鳥さんがいると。うん、そう、私はもうなんか鳥に限らず、あのハトさん以外にも全部嫌い、嫌いって言ったらダメ、苦手。オンライン参加してみて、え、嬉しい、27日誕生日なの、それはお祝いしよう、絶対に。ありがとう、嬉しい、こんな見つけてくれて。鳥さん怖いです、ハトは本当に。え、そう来るよね、なんかもう本当にさ、目怖い。え、あとなんかあれ、手、手、手と足怖い。池袋は危険地帯。え、池袋だけじゃないよ、あのね、あのね、え、どこだっけ、新宿のなんかあのなんかどっかのなんか地下にもいたんですよ、それが。今お金よかった、おまめちゃんありがとう、無事についてよかったよ。え、地下、それな、それ、え、もう本当に
けでもマジこう本当に。え、そうそう、近あの池袋にもいたに、あのどっちにもいた。え、いるよね新宿ね、いるよね。本当に無理なの。え、ガチやばいよ。え、そう、リサも言っちゃったハトさんに私もハトさんに言っちゃった、なんで地下にいるのあの本当に信じられなくて、なんかその本来いるべき場所じゃないじゃないですか、ハトさんが。で本当にもうなんか言っちゃった、あのもう本当になんか、え、もうトラウマなんですよ。リサ、私が本当にトラウマなのは池袋なんですけれども、あのいや普通に気づかないというか、まあ、地下にいて気づかないというか、まあ、いないと思って生きているので、あのやっぱ地上にはいると思ってるんだけど、なんか地下ってないじゃん、まあ、でまさかって思ってたんよ。したらもうまさかで、え、そう、え、音がして、しかもなんか私が気づいたのが頭上を飛んだわけよ、地下の歩いててさ。でもう頭上飛んだ瞬間にもう鳥肌よ、一気にもう本当にこう鳥肌、やだ、意味が分かんない、なんでここにいるのってなって一旦避難したんよ。なんかご飯とかが売ってるところに、フロアというかに、そう、とりあね、気づかなかったやめて本当に。え、そう、それで一回そのなんかサラダとかいろいろ野菜たちが売ってるところに避難したんだけど、なんかそのまあなんか走っちゃっても声も怖、もうちょっともうびっくりすぎて、なんかあまりにも、だから本当にもう、え、なんかもうちょっと理解が追いつかなくて、本当になんでいるかが分からなくて、そこに多分迷い込んだのかなって思ったんだけど、もしかしたら地上にいなきゃいけなかったんだけど、何かの間違いで何かの間違いで下に潜っちゃった。で地下って結構出口あんまないじゃないですか、だから結構さ難しいじゃん。え、だからなのかなって思ったんだけど、なんか本当にありえなすぎて、でって思ったんだけど、迷子やないよなって思って、迷子じゃないんよ。なんか池袋の場合は実は見ちゃったんですけれども、なんもうね、あれはもうずっといるなって、ずっと多分地下にいるんだろうなって思って、え、地下は地下と思ってないのかもしれないよね。なんか、え、うんうんうん、あのね1話じゃなくって、え、め、結構いた、5、6話いたんだけど、え、なんかその巣をね多分作ってたんですよ。え、だから絶対にずっといるんだと思う。でもう本当に私の頭上を飛びまして、もう本当にもう本当にやめてってなって、もうなんか鳥肌にも程があるくらい鳥肌ガチやばかった。え、住んでますよあれは、完全になんかもう巣があってだからそので、ちょっとそれが初めての経験だったんですよね、その地下に鳥さんがてかハトさんがいたっていう初めて。え、なんかでもね本当に初めてだった。なんかさ7年東京に住んで7年経ったのに
初めてそれに気づいたの。今までも行ったことある場所だったのに。でもしかしたらずっといたんだろうなって思ってたけど、本当に気づかなくて、本当にたまたま気づいた。この間じゃないか、あれいつだっけ、2ヶ月ぐらい前で、まさかずっと多分知らぬ間にずっと私はお買い物してたんだろうなって思って、本当に怖くて、あの人間に、なんか人間に紛れて人間に紛れてる、ちょっとやばいけど、なんか人間が歩いてるじゃん、その普通に、そのなんか確かにわかる、普通にいるのよ多分、その全然気にしてないというか、もう本当にやばくて、もう本当に一気にもう鳥肌にも程があるぐらい、ちょっとね怖かった、めっちゃ怖い、もう行けないもんな、アリさん人慣れしすぎなんだよな。だって普通もうさ逃げるやろって思うとこもさ、めっちゃ逃げないんです、怖い、怖すぎて。この人も、いやそうだよね、まあでも確かにさ何かをしてくるっていうのはないよね多分。そうカラスはちょっと怖い、なんか頭がいいとか言うじゃん、なんかでちょっとなんていうの、黒いさ物狙ってくるところあるじゃん、まただからなんか怖いなって思うんだけど、なんかハトさんってそのあんまりなんかそういう何かをやってくるっていうのはさないのかなって思うんだけど、だけどなんかそういうの関係なしにちょっとやばい、スマホと無理無理、母さん本当に無理無理、え、ビジュ無理、何も考えたらそれ怖い。でもさ意外とさハトもさなんかその何もしてこんかもやけどさ頭いいやん絶対、マジ怖い。でもハトってマジでさマジ全国共通すぎてさどこにでもいるよね、どの県行ったっていらっしゃる、いらっしゃってさマジですごい、どこにでもいるあまりにもどこにでもいてちょっと逃げようがない、いらっしゃるえ本当にどこにでもいるんだよ、だって夢の国にもいるんだもん、やばい普通に怖すぎ、マジガチ怖い、無理すぎる、マジでポップコーンやばい。えそれこそさ夢の国とかポップコーンとかさやっぱ落ちてたりするやん、えめっちゃさ食べるくない、めっちゃもぐもぐしてらっしゃいますからね、ハトさんはもぐもぐしすぎですよ、あれは夢の国のハトさんはだからもう幸せなんやない、だってポップコーン食べれちゃったりしちゃって、なんならチュロスとかの砂糖とかも食べ舐めちゃってもうハトの国やばい、絶対怖い、絶対無理、え認識してるよ絶対に食べれるって、うーん一周回って怖いやっぱり、え丸々してますよめっちゃ、やからなんかその丸々してるハトさんを見つけるとあすごいなんかいっぱい食べていっぱいすっごい食べてるハトさんなんだなって思いながら見るの、怖いけどね、超引きでね、そうえだからさえユニバにもいっぱい、なんかユニバとかさその幸せやばいもう、なんかたまにさハトさんにさなんかあのさ食べなんか与えてたりするじゃないですか、本当に怖くてやめてって思っちゃいます。
テックアウト言う、やだ、わかる、え、いるよね、そうなの、なんか積もってきます、友達が爆笑してる、怖いよ、うん、え、だからリサね、言っちゃうの、あのマットハトさんに対して、あのなんかあのポップコーンとか持ってたりしてこう来ようとするじゃないですか、来ないでって言うもん、リサいつもえ、これリサのだからやめてえ、言う？え、言っちゃうんだよね、え、言っちゃうんですよ、通じないんですけど言っちゃうの、こうやって持ってて本当に寄ってくるんです、これじゃないよって言う、これ違うって言って、これはリサが食べるからやめてって言って言うの、そう、え、さすがにそのカラスみたいな感じでそのこうは来ないんですけどね、そう、落ちたのを食べますね、すごく、うん、トンビ、え、なんかテレビで見たことある、トンビ持ってるだけで、え、そしたら泣いちゃうかも、やめて、リサが食べるのに、私食べ物真剣部だから、あのなんかその人間っていうかちょうだいって言われてあげるのはいいんですけど、そのなんかあの予期せぬそのやっぱそういう生き物とかに取られてしまうと本当にあの結構ショックというか、なんか結構あのそう許せません結構許せなくて、あの情緒不安定な時とかあの泣いちゃいます、私、食べたかった、リサが買ったのになんで食べるのってなっておかしくなります、一口で食べてない、許せない、本当にあなたが食べるのじゃないですって言いたい、本当に、わー、トラウマだね、それは、お弁当、いやーね、いやでもあるよね、お弁当とかね、食べてきちゃう鳩たちミキとありがとうね、お話し会来てくれて、え、そう、食べ物奪わないとし、でも食べ物しか奪わんくない、洋服とかさ奪わんやん、うん、奪わんでほしい、ガチ食べんでほしい、え、追い払う、え、でもさ来ない、え、帽子とか、え、カラスとか取りそう、帽子、リサがこぼしたやつ食べそう、え、マジで、だから、え、私だからね意識してるの、あの夢の国とかで食べるときはもう絶対こぼさないぞっていう気持ちで、そう、絶対にこぼさないって気持ちでこうこうあのこういう感じやんか、ポップコーンもマジこうやって持つもん、絶対に落とさないよっていう気持ちで、ソフトクリーム取られたことある、やだ本当にやめて、どうして言ってよってなる、あ、ミカタンありがとう、クマのタワさん書くね、ガチ無理、そう強い気持ちで、え、そう、なんかいつもね言っちゃう、言ってよ、でもね言ったからってあげないよ、言ってもあげないからってなるんですけど、え、わかる、パンとか食べてる、え、てかなんか食パンのさ耳、食パンの耳食べてない、めっちゃ、え、みたいな、食パンの耳食べんで、食パンの耳食べんでご飯食べながらハトの時間だから、やばいよね、嫌いなのに、うん、うん、どん狙ってくる、カラスやばい、そうだよ、ちょうだいって言っても絶対あげないからね絶対あげないから、ミカタンありがとう、書いてほしいことある、ガチ無理
本当。かすご、やだ、可愛くない、怖い、本当に怖いの。食べんでって、そうそうだよ、あげたら来るんだから、この人は絶対にくれるんだって思ってさ、絶対に、あ、この人はくれるからずっといようってなって近くにいらっしゃって、え、パン渡さないよ絶対、これはリサが食べるからやめてっていうえ、そう言うよりさ、あのね、通じないんですけど、あの言う、一応一言あの一言言いますよ、あの、そう言ってますリサ、うん、そう渡さないよ、そう言うよ、なんで食べるんって言うけど、いや食べるんじゃないや、食べるとかじゃなくて、食べるとか言う前にあげないから、あの見つけたら、あのでこう来ようとしたら、まあ逃げるんだけどね、それの前に逃げるんだけど、でも言う、絶対一言ね言わせていただきます、ハトさん、食べようとしたら、リサが食べようとしてるものを食べようとしてきたら言います、本当に、私は一人の時でも、あ、一人、あのね、なんか電話とかしてたら言う、ガチ一人の時は、あ、でも実質でも一人か、電話してても、え、言う言う、え、本当に電話とかもしてなくて一人の時は言わないけど、電話とかしててやったら言う、逃げる時に負けたことないよ、絶対勝つ、え、どっか、うん、お願いって、あの、え、お願い、と来ないで、絶対来ないでっていう、でも本当にあの食べ物真剣部だからリサ、あの本当になんか食べようとしてきたら本当に許さない、本当に許さないからね、絶対パンなんて好きなんだからみんな、でもハトさんのが食べるものじゃないよって、え、うん、ハトさんに負けたことはないですけれども、その頭上を飛ばれた時はもう負けました、ちょっとさすがにこっちがもうびっくりしすぎて、あまりにもちょっとびっくり、もう突然すぎて、てかその目の前にいて飛ぶでもびっくりするのに、なんかあまり、あのもう本当にあの上だったので本当にもう嫌だいやー来ないで、絶対頭上止まないでって言いたい本当に本当無理、もう、いや、その後走って逃げた、そう、大丈夫、味方お大事に、案件の言葉を書く、絶対頭上飛ばないで、誰かといても言うよ、え、誰かといたら、え、やばい、もう本当に、え、そのこの間っていうかもう2ヶ月ぐらいだっけの時はマジでもう本当にあまりにも急すぎて、あのもう本当に声を出してしまい、とってもめっちゃ声出しちゃった、キャーって言っちゃったもんね、普通にやばいよね、ちょっと見られたよね、普通に普通に通行の方から見られたけど、ちょっともうどうしようもないからさ、もう本当に無理だな、だって目の前にいてもさ無理なのにさ、
知らぬ間にさ頭上飛ばれたらもうそれはもうやばいよね。中学のサージ最高、リサも一番好き。なんかね、そうなんか反射でそう、うん、そうなの、恥ずかしいとかじゃない、もうですよ。なんでいるのって言っちゃった、普通に。だってあまりにもなんでいるの案件すぎてさ、さすがに。なんか言おうとしたもん、なんかそのなんか本当に多分その時はやばいから、やばかったから、なんかそのとっさだったんだけど、なんかそのなんか受付の方とかなんかいらっしゃるじゃないですか、そういうデパートとかって。なんかそのデパートの方とかになんかいつもなんかいつもいるんですかとか、なんか言おうかなって思っちゃったぐらい本当に本当に無理で、なんか怖かった。聞こうとした、さすがにね。ちょっとでもさ、なんかそれはなんかさ、そう言われてもさ、そう聞いてなんかいますって言われてもさ、そのいつもいますよって言われてもさ、あそうなんですかしか言えないし、だからその聞かなかったんだけど、さすがに。でもちょっとマジで無理すぎて無理でした。ちょっとそうそう思いとどまりました。わかった、ミカタンありがとう。ミカタンお大事に、左の手首も、そして早く元気になってね、ありがとう。あゆみありがとう、2日間楽しかった、ありがとうね、本当にありがとう。ありがとうね、ミカタもいつも配信見に来てくれてありがとう。マジでお大事に、いっぱいいろいろ全部お大事にすぎる、早く元気になってね。うん、ありがとう、お大事に、また早くお話できるの楽しみにしてる。流行ってるの？肺炎？ガチ？でさ、肺炎急にやだ、元気でいようね、絶対ね、お大事に、マジね。流行ってるんだ、知らなかったよ、お大事に。ありがとう。マジでニュースでやってた、ガチか。やだ、いろいろ嫌、健康でいたい、健康でいようね、みんな。メロメロですか。止まった、咲いた、やだ、逃げたいね、元気でいてね。でもやっぱ学校とかなんていうの、大勢のさとこだと危ないのかな。龍角さん舐めとこう、おりさも龍角さん、みんなも龍角さん舐めてね。うん、ありがとう、さゆちゃんも、テイリスもありがとうね、今日嬉しかったよ、健康でいて。リサの愛も健康でいてね、絶対マジ元気で会おう、またね。そうだよね、ほんとマジお大事に、ゆっくり休んでね。なのに配信見てくれてありがとう、ほんとありがとう。長いんだ潜伏系、やだ。龍角さんね、私龍角さんダイレクトのね、粉のね、桃味好き、桃だっけあれ、桃好き、睡眠というよね。みんなもゆっくり休んでね、肺炎ってずっと好き。マジでそう、なんかマジ止まらんみたいな、ガチ危ない、普通にほんと危ないから気をつけて。私はね、なんか小学生とかの時にめっちゃ
良くなってました。ニュース見てる。うん、マスクしよう絶対。私もなんか最近冬にやっぱなってくるとさ、普通に風邪とか流行っちゃうじゃんか。だからマスクしようね。みんな見てるの。え、リサもねそれ舐めるよ。美味しいよね普通に。龍角散ダイレクト桃味ある。なんかピンクのねパケになってる。可愛い、見た目も可愛くて。で本当大事にマジ。え、なんかね桃味、え普通に結構ね薬局とかに普通に売ってる。みんちゃんありがとう。うん、桃味美味しいよ、おすすめ。え、逆に普通のあれ知らなくてどんな味なんだろう。あ、危ない、普通のやつ。いけな、えらいよみんな。あ、ミント系なんだ。うん、龍角散タジ龍角散タジ。レンレンハートありがとう。え、桃の、え、マジ普通に美味しい。そう、ミント系なんだね。でも青が結構普通っていうか結構ありがちというかよくあるやつだよね。え、猫行くの？お大事に気をつけて。桃味粉はちみつ金柑のダメ美味しい。え、なんかねめっちゃ前ねよく舐めてた。もかちゃんハートありがとう。ゆうきもハートありがとう。うん、キラだよ本当にマジで。ビックス美味しい。美味しいというかビックス、ビックスドロップは私もよく舐めます。のだめだいたい今龍角散かビックスか。でも桃味気になる。美味しいよ。よかった、ゆっくり休んでね。本当にありがとう、見てくれて遅い時間まで。ビタミンね、ビタミン C 取るといいね。だから本当にこれから冬になってくるとそういう風邪とか流行ったり、うーん、なんか本当大変なので健康でいたいです。うん、さくらちゃん一緒に頑張ろうね。頑張ろうね。でも本当にたまには絶対ね美味しい好きなものも食べようね。ずっと我慢してたらねもう本当耐えれなくなっちゃいますよね。うん、本当に。水よりお湯で溶かすか。朝から仕事はそれは大変だ。お腹空いてきた。この時間はね逆にね。うん、意外と。え、うん、わかる、おもろうん、わかる、やばい、仕事やつなの。頑張ろうね一緒に。焼肉しか焼け、あーそれはそれ本当にそう。いっぱい、確かに唇ね乾燥しちゃうから。私もなんだっけな、ピンクのさリップマスクみたいなやつ使ってます。寝るときにもそう、こんぐらい。ね、時間ないよね、やばい、時間に追われてます。これは時間に追われている。ちょっと山田桃花ちゃんに返信しよう。追われてます時間に。やばいよね、モーメントあげない、あげるよ。え、でもちょっと待って、一
一回ちょっと返信しよう、山田も赤ちゃんに。40分のわけだよね、やばい、ちょっと時間が追われてる。お揃い、やばい、落とす、普通にするのやばい。ふなっちハートありがとうやばい、フルネームももかちゃん、私なんて呼んでるんだろう。どうしようかな。なんか私顔文字使いすぎなんだよな、ちょっと。桑田は待ってね、モーメントあげるからね、ちょっと待ってね、冷静に行くよ。しゅうちゃん、ありがとう。しゅうちゃん今日100年そう、ちょっと頑張る、ありがとう、お疲れ様って言ってくれて。みんなもお疲れだよ、本当に偉いよ。みんな自分を褒めたたえて。はあ、しゅうちゃんありがとう。待って、しゅうちゃんやばーい、いつもいつも時間がない、なんでかわかんないけど時間がない。おられてきたの2年、ありがとう。しゅうちゃんちょっと待ってね。眠気やばかった。どう、起きた？お風呂入ったらさ、なんか目覚めるタイプとさ、なんかまだ眠いよって分かれるよね。ありがとう、あやちも。友人ハートありがとう。うん。ありがとう。しゅうちゃん、帰ってほしいことある？うん。帰ってほしいことある？あ、飼育員とりさん選んでくれるの？りさん選んでくれる。嬉しい。から仕事、みんなで生きようね。えらいよマジ、褒めたたえよう。モーメントちょっと待って、頑張る。え、モーメントやばいな、結構さ時間かかるんだよね、モーメント作るのやばい。急ごう。なんかさ2回あれせんといけんくて、そう、なんかねカメラアプリで1回やってからモーメントの方でやるみたいな感じでね。やばい、怯えた、時間に怯える、いつもかけた。これでしゅうちゃんに書いて、もうかちゃんに返信して、配信終わってモメント。なんかね、あ、いや全然あげなきゃいけない日とかないんだけど、今日はねあげたいなって思ってたんだけど、ちょっと時間が怯えて。でもまだ時間あるからいける、いけるよ、落ち着いて。はい、しゅうちゃんありがとう、嬉しい、ありがとうね、今日も2日間も対面来てくれてありがとう。そしてシュークリームとリサでリサのことを選んでくれてありがとうね、本当に対面も嬉しかったよ。リサならいける、いけるよ、頑張る。リサありがとう、しゅうちゃんまた早く会えますように、本当にありがとうね、ゆっくり休んでね、しゅうちゃんも。ありがとう、嬉しかったよ、いっぱい2日
日間ありがとう、すごく助けてまた会えるのね、また早く会えるの楽しみにしてるね、それまで一緒に頑張ろうね、絶対ありがとう、嬉しかった本当に。ゆっくり休んでね、鳥さんちょっと慣れてきた、リサ、うん、ありがとう、鳥さん安定してる、やったー。やっぱねこう帰ってくるとだいぶ良くなってくるっぽいですね、鳥さんに慣れてきました。やばい、ちょっと待ってね、ちょっと怯えてきた、そろ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 ね終わりを迎えましょうかね、配信鳥さんいい感じ、本当？話しながら書くの？マジ？鳥さんかわいい、ありがとういっぱい、ほんとたくさん、ちょっと待ってね、一旦返信しようかな、うん、一旦返信しよう、ありがとう、元気だよりさ、めっちゃなんか、え、結構ね、あ、結構多かった、アリサシュークリーム、あのさセリフも結構ね多かった今日、うん、ちょっと返信一旦して、そう多かった、お疲れ様、2日間ありがとう、今日もこちらこそありがとう、結婚の申し込みはね、あんまいないですよあんまいないです、シュークリームのアクスター買ったよ、だって嬉しい、マジ嬉しい、やで、カイトありがとうね、ほんと今日は初めての対面で頑張ったけど楽しませでした、ありがとうカズ、ありがとうね、本当に嬉しかった、いっぱいお話もできて、返信返信しました、やった返信完了からの、じゃあちょっとモメントに移っていきたいと思います、なので今日の配信を終えたいと思います、はい、きっとすぐログインできるはずです、今日はだってこの顔なので、これで違うと言われたらもう私は生きていけません、ありがとう、また配信するね、みんな今日はいっぱい、もう対面2日間も今回は会えなかったよって方も絶対に次は会おうね、ありがとうございました、ちょっとモーメントね待ってね、あげるから待っててね、また配信明日とかねまたできたらいいなって思うんだけど、ちょっと何時かちょっとまだあれなんだけど、できたらいいなって思います、ということで、じゃあランキングを読んで終わったらすぐちょっとやるね、モメントいきます、じゃあランキングタイムスタート、13位テイリス、12位レイク、11位サンピンジャ、10位タカ、9位シンイチ、8位ユウキ、7位トメゾ、6位カナタ、5位モモカ、4位シュウちゃん、3位ミカタン、2位リョウ、1位宮森ゆうちゃんでした、ありがとうございました、宮森ゆうちゃんもりょうもみかたんもしゅうちゃんもももかもありがとう、本当にたくさんいっぱいコメントもしてくれたり、今日もたくさんありがとうございました、昨日も今日も本当に2日間いっぱいみんなとお話ししてたくさんたくさん元気チャージもできたので、みんなも元気チャージできてたらいいなって思うし、明日も明日からお仕事とか学校の方も多いみたいなんですけど、
一緒に頑張ろうね。明日もあのモメントとかさ、あのあげようって思うからさ、みんな頑張っていきようね。うん、またあの写真とか昨日の写真とかもさ、まだちゃんと全身とかの写真はあげれてないから、またあげたいと思います。ということで、また会えなかった方も絶対次は会おうね。明日からお仕事の方も一緒に頑張ろうね。モーメントあげるからこの後待っててね。本当にいっぱい配信も付き合ってくれてありがとうございました。またね。ちょ、じゃあモーメントに移動します。おやすみ、ゆっくりみんなも休んでね。